将来のツッコミはどうだ。辻村がトップに立つのか。残り4周、辻村がトップに立った。辻村がトップです。しかしラウディスだ。ラウディスが差し返す。ラウディストップ。そして辻村、辻村トップだ。辻村、ラウディス、坂田、ジャノーラ、そしてバウマン、笠野は斉藤。激しいバトルになっています。ちょっと上田の姿が見られないのが気にかかりますが、日本勢辻村、そして坂田は健闘しています。勢いがありますね。辻村がレースを引っ張ります。辻村選手がトップ。とてもルーキーとは思えないこの走り。ラウディス2番手、坂田3番手。さあ坂田がラウディスの前に出るか。ラウディスも行く。坂田とラウディス激しいドッグファイト。どうだ、坂田がトップか。坂田がトップか。坂田トップ、辻村2番手、ラウディス3番手。さあそしてまたラインがクロスする。ラウディスが行く。しかしおっと、ジャノーラが行った。ジャノーラ3番手、ラウディス4番手に落ちた。坂田、辻村、ジャノーラ、ラウディス。坂田、辻村、そして3番手にジャノーラ、4番手ラウディスです。ラウディス4番手に落ちました。やはり競り合いにはちょっとメロさがあるのか。ラウディス後ろを振り返っています。さあ1秒前の突っ込み。レースは22周目、残り3周を切っています。坂田がトップ、そして辻村が2番手、そしてラウディス3番手、ジャノーラ4番手です。周回遅れ挟んでバウマン、斉藤、そして笠野は、デジタルスポーツのワンツーになりました。日本勢のワンツーです。さあアウトから辻村が坂田を抜いていこうとしている。勝負を仕掛けている辻村武史、ゼッケン36番。辻村がトップに躍り出るか。辻村トップか。サイドバイサイドだ。坂田和人2番手か。辻村がトップです。坂田2番手。そしてラウディスが抜いていった。ラウディスがトップに躍り出た。ラウディス、辻村、そして坂田3番手。4番手にはジャノーラです。素晴らしいバトルになっています。先ほど辻村が左手を上げたんですね。その間に坂田に対して多分左右だと思うんですけれども、その辻村が手を上げた側からですね、ラウディスがいましたね。ラウディスがいましたね。さあラウディスがトップ、辻村2番手、坂田3番手、ジャノーラ4番手。レースは分からなくなってまいりました。切り返します。そしてこちら斉藤ですね。斉藤5番手、バウマン6番手、そして笠野場が7番手です。また1コーナーの順位の変動が見られるか。完全にスリップに入っているようだ。さあ内と外から坂田と、そして辻村が行く。しかしラウディストップ変わりません。ラウディス、辻村、坂田、ジャノーラのオーダー変わっていません。そして5番手には斉藤、そして6番手バウマン、7番手笠野は、GP3125cc クラスの決勝、ラウディスのトップを走ります。そしてそれを追う辻村と坂田。辻村がいい。さあ辻村、チャリ後ろについた。テールトゥーノーズ、ホイールトゥーホイール。ラウディスをいつ捉える。さあ辻村、しっかりと背後についている。坂田のスリップに入ったか。坂田がちょっとラインを変えて2台一辺に抜いていった。坂田和人がトップに立ちました。坂田がトップ、そしてラウディス2番手。辻村が虎視眈々と、今度は自分の番だとばかりにラウディスにいつ勝負を仕掛けるのか。坂田がトップです。ラウディス2番手、辻村3番手。アウト側から並びかけようという。辻村今度はインにポジションを持っていった。イン側から抜いた。辻村2番手だ。辻村2番手だ。坂田、辻村、そしてラウディス、ジャノーラ。ジャノーラもイン側にポジションを持っていった。そしてジャノーラが加速で抜いた。ラウディス4番手です。そしてこちらは斉藤、バウマン、そして笠野は、いや鶴さん、はい、すっごいバトルですね。そうですが、本当にこんなことに順位が変わるってこのことですね。さあ今度はラウディスが行く。ラウディスが行く。しかし抜いたのは1台だけ、ジャノーラだけ。4位から3位に上がっただけです。さあこちら斉藤、バウマン、そして笠野は、さあテクニカルスポーツのワンツーになってのファイナルラップだ。さあトップ坂田、そして2番手辻村。ちょっと2、3位の間隔空いたかも分かりません。
力は油断できないですよ、はい、3番手ラウイス、そして4番手ジャノーラです。さあ坂田が、辻村が表彰台の真ん中に日の丸が上がるか。さあ辻村が坂田に勝負を仕掛けている。しかし坂田の前だ。坂田が取って2番手辻村、そして3番手にラウイス、4番手がジャノーラです。ここから先が大事ですね、さあぴったりとついている。辻村ライン、さあ辻村ライン側から坂田を抜き去って辻村がトップに立った。辻村トップ、坂田2番手だ。辻村がトップだ。辻村の GP 初制覇なるのか。ラウディスが、ラウディスが来た、ラウディスも来ている。さあしかし坂田がまたラウディスを抜き返した。辻村トップ、坂田2番手、ラウディス3番手、切り返していく。辻村がトップだ、辻村がトップだ、坂田が2番手についている。さあここはコントロールラインまでもう距離がない。さあ辻村が今トップでチェッカーを受けました。辻村たけし初優勝だ。デビュー5戦目で辻村たけしトップでチェッカーを受けました。恐るべき新人の登場です。辻村が優勝、そして坂田2番手。いやー、いやー、千代さん、辻村が勝ちましたよ、勝っちゃいましたよ。まあ、あのそうですね、中盤から後半にかけてのですね、まあ、追い込みってますかね、追い上げを見てましてね、はい、勢いがありましたんでね、ひょっとするとひょっとするかなみたいなね、あの期待って言いますかね、あった、そう予感もあったんですけれどもね、はい、まさか本当にこうやってしまうとは思わなかったですね。そして2位に坂田和人が入っています。36番の辻村、とにかく全日本でも勝ってないんですよね、この人はね。そうなんですね。一番いい成績は去年2階級特進で全日本に国際 A 級になって3位が最高ですから ね、 ね、もう本当に学習効果が高いって言いますかね、はい、もう走るたびに速くなっていくっていう感じですよね。まあ、伸び盛り、吸収したものを本当にすぐ結果に出せる、なんていうんですかね、そういう時期に入ってるんでしょうね。そうですね。2位に坂田、3位にラウデス、4位にジャノーラ、5位に斉藤、6位にバウマン、7位にカサノバというレースです。リーダー辻村武史、坂田が驚いてるでしょうね。そうでしょうね、まあ、予選終わった段階ではですね、まあまあ、今回も辻村は3位に入ればいいかなぐらい思ったんじゃないでしょうかね、多分。まあ、それにそのレースの流れを見てましてもね、はい、トップがもう3人で決まりそうな状況から辻村を追い上げてきて、はい、結局最後打っちゃってこう勝ってしまったわけですからね、はい、まあ、その中盤から後半にかけて追いつかれた段階で坂田は驚いたと思うんですけれども、はい、その段階でちょっと、まあ、私言いましたけれども、はい、一番驚いたのは坂田じゃないかなと言いましたけれども、多分複雑だったと思いますね。そしてひょっとすると来るかもしれない、もう最後はその坂田、辻村とこう並んで走ったわけですからね、それは坂田は十分分かったわけですね、で、まあ、急コーナーからの加速で、まあ、来るかもしれないということで坂田はちょっと今締めましたよね、それにもかかわらずその辻村はもっとインから行きましたね、はい、あそこら辺がまあ遠慮知らずって言いますかね、行きますね、はい、若さって言いますかね、やっぱりすごいと思います、はい、まあ、坂田から見ると虫のいい考え方かもしれませんけど、自分が勝って辻村がラウディスを抑える走りをしてくれるといいなと当然思ったんでしょうけどね。まあ、そういうことは、まあ、一瞬期待はしたかもしれませんけれどもね、辻村がトップでチェッカーを受けています。坂田2番手、ラウディス3番手、そして4位ジャノーラ、5位斉藤、6位バウマン、7位カサノバ、8位グレシーニ、9位バルドマン、10位ペトルチアーニ、11位トロンテギ、12位シュティフというレースでした。そして以下デビアが13位、和田14位、和田ポイントゲットです。青木春近16位ということで惜しくもポイント獲得になりませんでした。